はいどうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。今回は英語版のデラックス妖怪ウォッチ紹介します。パッケージ見てみるとデザインは日本のやつと同じかな。デラックス妖怪ウォッチって英語で書かれてますね。220種類以上の召喚ソングが聞けます。遊び方も同じですね。サマン召喚、そしてサーチ妖怪探知。セット内容こちら、デラックス妖怪ウォッチ本体と妖怪メダル2枚付属。ちなみに付属のメダルは妖怪の名前が英語になってます。ジバニャン、そしてドンヨリーヌ。では早速召喚してみます。え、全部日本のやつと同じでしたね。なんかあれ、ドンヨリーヌも召喚してみます。これ完全日本のやつと同じですね。なんかパッケージは英語になってるんですけど、中身が日本のやつと同じってどういうこと？このデラックス妖怪ウォッチ、アジア向けなのかな？ちょっと英語のソングが流れると思ってたんで、残念ですね。やっぱり中身開けないとわかんないですよね。ジャパニーズボイスとも書いてなかったし。はい、ということで以上、今回はパッケージだけが英語表記のデラックス妖怪ウォッチの紹介でした。